そう、もうインドネシアからお送りするのもこれがラストぐらいになるかもしれないですね。今プール備え付け、あ、違う、ホテル備え付けのプールでしっかりね楽しませていただいているところです。ちょっとここでね、皆様のこの国民の皆様の生活事情を少しだけお目にかけようかなと思います。ちょっとカメラ入れて、はい、反対側映すとホテルのゲートがそこありますよね。で、警備員さんがそこにいて、従業員の方があえてね、バイクでスクーターみたいなんで出勤してらっしゃるんですよ。で、一度ね、バイクの免許っていうのはいりませんので、誰でも乗れると。中学生みたいなね、男の子女の子でも乗っています。でから、あの、店員がないのかな、やっぱり3人とか4人をあのバイクに乗ってるところ街ではよく見かけますね。で、車、新車が結構売れてます、日本の車が。で、関税率は 100% なんで、300万の車だと600万するんですよね。で、これをローンで買うと、ローンが 30% ぐらいのカーローンの金利が乗ってきますんで、やっぱりね、すごい高価なものなんですよ。高価なものなんですけども、かなり売れてます。それはなぜか、これはね、経済成長してるからなんですよ。例えば今年初任給2万円もらってるね、まあ、この辺の初任給ってのはだいたい1万5000円から2万円ぐらいなんですけども、2万円もらってる方が5年後の自分の給料を想定した時に4万とか5万っていうのを見るんですよ。経済成長してるんで給料もどんどん上がりますからね。そうなると今苦しい車のローンも将来的には完済できるっていうふうに見込むんですよ。これ日本のバブルの前の時代も高度経済成長の時代もそうでしたよね。確か高いね、4000万円ぐらいのマイホームでも4000万円ぐらいのマイホームでもね、35年ローンが後半の払いはきついけど、その頃には昇進して給料も増えてるだろうという見込みでローン組んでると思うんですよ。まあ、結果それがうまくいかなくてね、破綻した方も結構いるというふうに聞いてますけども、基本的にはそのローンがうまくいった世代の方もたくさんいらっしゃって、今インドネシアはそういうふうになってますよね。で、向こうの方見ていただけたらと思うんですけど、ホテルの周りってほら、なんていうんですかね、私が小学生の頃、暮らしてた本当に街の風景そのものですよ。鳥がどんどん飛んでて、空き地には野良犬とかね、野良猫が結構いて、通学の行き帰りとかは犬をね、誰かが拾ってきて家で飼いたいみたいなこともあったと思うんですよ。そんな感じでね、猫ちゃんとかね、ワンちゃんとかが生活に息づいていて、すごくいいなと思います。で、家もこうやって建て替えの途中なんで、要するに建築資材が売れているっていうのと、大工さんの仕事がいくらでもあるってことなんですよ。じゃあ大工さんの仕事とか建築資材の仕入れとかって起こす会社に投資をするとかね、そこの株式を買うってどう思いますかってことなんですよ。不思議なことにね、やっぱ国内の人ってそんなに積極的に株式、自分の国の株式って買えるほど豊かではないんですよ。もちろん教育の問題もあって、株に対する魅力ってのも感じにくいところかもしれません。でも私たち日本人はすでに高度経済成長を終えて、バブルの崩壊までと体現しました。あ、鳥だね、電線に鳥が来てます。まあ、ですんでね、経済はどのように成長して、経済がですよ、そして経済がどのように縮小していくのかってことは、この国の方々よりも、先に知ってるんですよね。で、そういうことを考えると、今日本の国内の中で経済が縮小している中で、増税がどんどん繰り返される中で頑張っていくのか、それともその頑張りをそのまま成長中の、その成長もう駆け出し、本当にこれから成長のボーナス期に入るよっていうところにかけていくのか、答えは出やすいんじゃないかなと思うんですけど、皆さんいかがお感じでしょうか。このね、カンカン照りのまさにリゾートにいるような感覚で、元麻雀店の赤字親父がお届けしても説得力はないかもしれませんけども、国内で増えた資産をですね、私は今海外の方でどのように活用していこうか、こうやってプールを泳ぎながら検討しているところでございます。はい、それではね、インドネシアからの放送はおそらくこれが最後になるかもしれません。今晩日本に向けてフライトしますので、明日の朝8月1日の多分ね、午前9時にはもう関空で、しっかりとね、下駄を履いてる頃だと思います。で、8月に入りましたら、私もね、新しいフェーズで、物事を始めるときに、一つはもうこのインドネシアの経済成長にしっかりとね、資産を埋めて、数年後、そして10年以内にはですね、こちらに、居住地を持ったりとかね、ビジネスを置いてみたいなと思っております。またね、皆さんと一緒にそういう時間を楽しめることを願っております。以上です。ではちょっとお湯でいきます。